51です。この世に生まれたばかりの元気な赤ちゃん。抱っこできるのは良かったわ。本当良かった。陽性だったらもうこの時点でもう一回バイバイだからね。お母さんは新型コロナウイルスに感染し入院していた患者です。女性は出産直前に受けた PCR 検査で陰性と分かり、なんとか自然分娩で赤ちゃんを授かることができました。これもやっぱりね、陰性まで頑張ってくれたご褒美よ。よかった。はい、おめでとう。どうこれじゃん。重たこうこうしよう。大阪泉佐野市にある臨空総合医療センター。新型コロナの患者受け入れを早くから積極的に行ってきた医療機関の一つです。全くないですか。バイタル女性の主治医で産婦人科の古谷喜一郎医師、女性が自然分娩できたことに安堵しています。はい、コロナにかかった段階ではまだ赤ちゃんのね、まだ小さい段階であったと。入院前後はかなり咳もかなりひどくて、症状も結構強かったので、そういう状況がだいぶマシになってきた段階ですね。お産できる体力、それから状態、になってから幸いです、関係づいてくれて。女性は自宅近くに住んでいた両親が新型コロナに感染、念のため受けた PCR 検査で陽性と分かりました。すでに臨月を迎えていましたが、咳などの症状もあったため、臨空総合医療センターに救急搬送されました。入院直後に撮影されたレントゲン画像です。肺は白くなっていました。入院中ですね。の肺なんですけど、こっちはもう真っ白になってるんですよね。で、出産2日後ですかね。ではだいぶ綺麗になってきている。女性は咳がひどく酸素吸入が必要な状態で、感染者専用の病棟で症状が治まるのを待ちました。コロナ陽性のまま産気づいた場合でも、病院は万全の体制を整えていたのです。これはコロナ陽性のままお産を迎えた別の女性の映像です。病室はビニールシートに覆われ、物々しい雰囲気、いわゆるレッドゾーンです。医療者は全員防護服に身を包み、患者との間にもう一枚飛沫防止のためのシートがあるのが分かります。生まれたばかりの我が子を触ることはできません。写真を1枚だけ撮ると、赤ちゃんはすぐに保育器へ。はい、もう入れましょうか。はい、もう入れましょう。入れ、計測向こうでしょ。入れろ。赤ちゃんへの感染を防ぐためやむを得ない措置。医療者も苦渋の判断を迫られています。出産されて顔はまず見てもらうと、ただタッチができない最初の、お母さんと赤ちゃんのいわゆる愛着形成っていう面においては、生まれてすぐに赤ちゃんにタッチしてもらう、これ非常に大事なことなんですね。それが残念ながらできない。それが最も我々を見てて辛いところかなというふうには思います。新型コロナに感染した妊婦は医療従事者への感染を避けるため、1年前は帝王切開に踏み切る医療機関がほとんどでした。しかし、医学的に自然分娩ができるのであれば、その方が望ましい。臨空総合医療センターでは、感染症の専門医や助産師、小児科の医師と連携しながら、出産に踏み切ってきました。やはり自然分娩が一番母体にかかるご負担とかいろんなことを考えますと、やっぱり自然な形かと思いますので、
我々がきちっと感染対策を取ってやれば、スタッフへの感染もないということが、確認できておりますので、リンクではそのようにさせていただいております。陰性と分かった直後に出産した女性、赤ちゃんは順調に成長していました。この日は退院して2週間後の検診で病院を訪れました。体調どうですか今は？今元気な元気な元気元気咳あと咳とちょっと何頭痛ぐらい。今のところ妊娠中の赤ちゃんへの感染は確認されていないとされていますが、病院では羊水、へその緒、胎盤、分泌物、母乳、すべての陰性を確認、その上で母乳による育児を認めています。しかし気がかりなのはコロナによる後遺症です。実際コロナかかってそれ産んで、その後それで終わりじゃないんだっていうところとね、その後やっぱ苦労が結構大変、いろんなね苦労がとか後遺症があったりとかっていう面もやっぱりあるよっていうのはね、まあ、もっともっとデータは積み重ねていかなきゃいけないけれども、ね、体力が奪われていったりとかそれしんどいよねやっぱね。どんどん前向きにいかないと落ち込んじゃうから大阪産婦人科医会は去年3月以降、新型コロナに感染した妊婦は168人に上り、妊娠後期の妊婦ほど症状が出たという調査結果を発表しています。また今年3月以降の第4波では妊婦の感染も急増したことを明らかにしています。第4波の最中にコロナに感染し出産した女性、ギリギリまで付き添ってくれた医療チームに感謝の言葉を口にします。医療従事者の方よくしてくれて、こっちももうイライラしてきとったから話も聞いてくれたりとか、すごい助産師さんもそのコロナ病棟の方いたんですけど、すごい優しく気長に接してくれて、で赤ちゃんのこともなんかこう大丈夫やでとか言って励ましてくれたりとかしたので、なんとか、はい、私も、はい、コロナ患者の妊婦の出産は決して数は多くはないですが、叶うならば母子ともに安心して出産してほしい。医療現場の取り組みは続きます。